民生のゲバルト部隊とされる写真全臨学生会館事件とは、1967年2月28日から同年3月2日にかけて、日本、東京都文京区にある全臨学生会館において、日本共産党配下の日中友好協会を呼び、それを支援した民主青年同盟などの日本共産党の動員部隊と、当時の中国政府や中国共産党の運動を支持していた。 在日華僑学生やその支援者などとの間で発生した流血事件である。略して前輪会館事件とも称される。日本共産党ではこの事件を日中友好協会本部襲撃事件と称し、襲撃は3年間続き、主なものだけでも105回、重軽傷者300人に上ったと主張している。前輪学生会館は昭和10年に、 日本の9月だった満州国皇帝、溥義の寄付行為によって設立された満州国流日学生歩道協会が中国人留学生寮、満州国流日学生会館として建設したものである。日本の敗戦後、会館は連合国の財産として疎開先から戻った中国人留学生の学生寮として自主管理に委ねられた。 1951年のサンフランシスコ講和条約の成立後、旧外務官僚らによって設立された財団法人全輪学生会館に所有権が引き渡されようとしたが、1952年から1961年まで会館が中国の財産であると主張する中国人学生や在日家協らとの間で所有権をめぐる紛争が続き、1962年2月に、 最佐古金光、穂住七郎両代議士らの努力によって和解が成立し、外務省、日中友好協会の立ち会いのもとに、全輪学生会管理事会側と、家協総会側との間に次のような内容の覚書が作られた。同会館の所有権は、日中国交成立まで未定とする。同会館の管理権が、全輪学生会管理事会にあることを認める。 同会館の3階と4階は中国人学生の宿舎とする。同会館の1階、2階は日中友好の授業のために使用される。1967年当時、前輪学生会館には戦前の満州国からの留学生や上京した佳境学生の学生寮である行楽寮を1966年10月に分裂し、 日中友好協会本部が去って、日本共産党参加の様相を呈するようになった、日本中国友好協会、中国語学校、商社事務所などが入居していて、会館理事会が管理運営していた。日中友好協会事務所はこの会館の中の棚子の一つであり、友好協会としては従来通りの入居の権利があると主張していた。しかし、前述の通り、 この会館は単なるかしびるではなく、満州国政府の出資によって建設された満州国の留学生の会館であり、戦後は GHQ などの認定により中華民国の財産であることが確認されていた。1962年の取り決めで日中友好団体以外の団体はこの会館から退去することになり、日中友好協会は、 日中友好運動を担う複数の団体のまとめ役としてこの会館に事務所を構えていたのである。ところが、1966年の宮本賢治と毛沢東の会談以降、日本共産党は中国共産党との接触を拒絶するようになり、中国側のイニシアチブで行われる日中青年交流や中華人民共和国の 日本史などの行事に非協力的あるいは敵対的になった。このために日中友好を前提にして事業を行っていた通信社や商社の従業員内部ではどちらを支持するかで紛争が多発し、このような状況下で全輪学生会館内に事務所を置いていた日本共産党の参加の日中友好協会は日中友好運動の諸団体のまとめ役の役割を 担わなくなり、むしろ、紛争の一方の有力な当事者として、前輪学生会館内の施設を、紛争遂行の目的の集会などに使用した。この動きに反発して、前輪学生会館にあった、中国人学生寮の工楽寮の寮生らは、会館事務所からの退去を求めるために、会館内に壁新聞を貼って、意思表示した。工楽寮の寮生らの主張は、 日本共産党参加の日中友好協会は、日中友好目的ではなく、反中国の活動をしており、偽の日中友好協会だから、前輪学生会館から退去すべきだというものであった。家協学生らが張った、偽必中は出ていけという趣旨の壁新聞は、日中友好協会側の人間に頻繁に破られたので、家協学生らはそれを防ぐために、見張りをしていたところ、 1967年2月28日の午後11時頃に日中友好協会の会員が壁新聞を破り制止しようとした佳教学生と口論になったが教会員はそのまま日中友好協会事務所に入ってしまったそこで降落寮の両生らが集まって日中友好協会の事務所に押しかけその点について抗議すると事務所から教会の職員が出てきて 謝罪する自己批判書を書いた。その1時間ほど後に日本共産党と民主青年同盟の宣伝カーに分譲した60から70人の男たちが駆けつけ家境学生たちともみ合いになった。このことに抗議するために翌日の3月1日の午後6時に家境学生と日本の友好団体のメンバーが集まり全輪学生会館内150人ほどの 抗議集会を開き、午後9時頃に閉会し、解散したが、日本共産党は動員を続け、その人数は午後11時頃には500名に達し、会館を包囲した。会館を包囲した群衆は、前輪学生会館の降落寮に居住する中国人学生らを、チャンコロと呼び、ここは日本の領土だ、中国人は出ていけなどと叫んだという。その後、小競り合いが続く中で、 3月2日の午後にヘルメット、梱包、竹竿で武装した部隊が日中友好協会の事務所から飛び出してきて退治していた家協学生らに暴行を加え、その結果家協学生や友好団体のメンバー7人が重傷を負った。この時、日本共産党の当時の最高指導者たちが前輪学生会館の近くまで訪れ、日本共産党の部隊を指揮していたとされる。 日本共産党側は1967年3月2日の事件当時、歌強両勢による日中友好協会事務所に対する襲撃があったと主張しているが、歌強両勢側はそもそもそのような襲撃はなかったと主張している。日中友好協会側は襲撃の証拠として襲撃場所や 襲撃されたことによって破壊された日中友好協会本部の扉とされる画像などを紹介している。1967年2月、日本共産党は帰還紙赤旗で半島猛獣分子に対する反撃は正当防衛であると主張した。特に2月21日の赤旗の論文では刑法の過剰防衛の解釈を示し、それによって相手を傷つけても は軽くささされれれるる免除といったた主張が示家境学生らは、この記事の内容が、日本共産党が、中国人学生らを襲撃することを早くから、計画していた証拠であると主張した。ちなみに、この政党防衛論が掲げられるまでは、50年問題の、余韻もあり、相手側からの暴力に対しむ抵抗で対処せよという、ものであった。 1967年以降、大学で全共闘運動が盛んになり、東京大学などでは全共闘系の学生と日本共産党系の青年組織である日本民主青年同盟の学生が武力衝突する事件が頻発したが、当時の日本共産党はある程度の規模の暴力部隊を保持していた。3月2日のこの事件の民政同盟の部隊は、 学生運動などにおけるヘルメット武装部隊としては早い時期のものであった。1967年3月2日の流血事件では、降落寮の寮生と日本人支援者に7名の重傷者が出て、その時ヘルメットと棍棒などで武装していた日本共産党のゲバルト部隊の写真が撮影され、また頭部を激しく殴打されて流血している中国人寮生の写真も撮影され、 これらの画像が日本共産党に対する批判の証拠として広く配布された。日本共産党側では先に襲撃したのは家境両政側であり政党防衛を行使したのだと主張している。またこの事件における重傷者は日中友好協会側の方が多いという説もある。その根拠は明白には示されていないがこの事件を 年2月28日から同年3月2日の流血事件と限定せずに日中友好協会の分裂後全輪学生会館で発生した対立から3月2日の流血事件を含み日本共産党系の日中友好協会の事務所が全輪学生会館から移転する1970年までの期間の双方の対峙関係全体を問題としていると思われる事件発生後 歴史学者の井上清は、1967年3月6日に開かれた集会で、日本共産党の行為を、日本に今復活しつつあるところの軍国主義思想、排外主義の軍国主義思想を先導し助長するものであると批判し、強く抗議した。3月13日に、井上清、水上勤、滝沢治、杉村春子など35名の文化人が、 日本共産党、日本民主青年同盟を批判する声明を発表した。ただし、35市の中に含まれていた東山千恵子は、この声明について、私は感知しない、名前を連ねる意思はないと発言した。ブラック問題、朝鮮問題などの論客で知られていた寺尾五郎は、この事件を日中不戦の思想という著書において取り上げ、佳境両性側を擁護した。 大学で井上清の一年先輩であった林健太郎は読売新聞のコラムで少なくとも1回の日中友好協会事務所前の乱闘事件については中共側が攻撃者であったことは間違いないようである。として日本共産党を擁護した。財団法人全林学生会館は1967年11月に 日中友好協会に退去を求める訴訟を提起した。その退去要求の理由は次のようなものであった。財団法人全輪学生館の寄付行為の規定により、財団法人全輪学生館の本来の目的である中国人学生寮及び中国文化センターとして、この建物を使用すべきところ、様々な条件のために、この本来の使用のために建物を使用できない。 状態が生じたため、一時的に、当建物の一部を賃貸している。従って、日中友好協会との賃貸借契約は、財団法人全輪学生会館が、建物の本来の使用のために、この契約を解約する必要が生じた場合には、無条件に、それに応じるという特約の付された契約である。これは、日中友好協会が分裂する前に、 同協会の申し出により承認されたもので、同協会が日中関係13団体を代表し、両性の推薦と保障を行う東京家協総会と協力して中国文化センターとして運営するという目的で、全輪学生会館の部屋を鎮釈し、その運営に当たるというのが建物の賃貸借の主目的であり、日中友好協会の事務所としての使用は、 主目的に付随する目的でしかない。しかるに、1966年の日中友好協会分裂後、日中関係13団体のうち4団体は解散し、残りの8団体は日中友好協会政党本部を支持するようになり、同協会は日中関係13団体の代表者であることができなくなっている。また、東京化競争会との関係についても、 協力関係は不可能になっており、この結果、同協会はその賃貸借の主目的たる中国文化センターの運営を行うことはできなくなっている。1967年2月28日以降の全輪学生会館流血事件以降、同協会は多数の部外者を同会館内の占有している部屋に帰居させ、昼間においても多数の部外者を室内に立ち入らせているが、 これは、加教学生との紛争の理由に関わらず、使用目的たる中国文化センター及び付属事務所、倉庫、並びに事務所としての用法に著しく違反している。前臨学生会館では1967年3月2日以降、日本共産党側と加教学生及びその支援者がそれぞれに人員を泊まり込ませて退治していた。この状態は、 上記訴訟の和解が1970年7月15日に成立し、日中友好協会が事務所を移転するまで継続した。和解条件は次のようなものだった。被告は原告に対し、前輪学生会館に関する賃貸借契約が昭和45年7月15日限り、もっぱら原告の自己使用に基づく解約により終了したことを認め、 1970年9月末日限り本県建物を明け渡す。原告は原告管理課の前輪学生会館内で起きた暴力事件について管理者として遺憾の意を表する。原告は被告に対し昭和42年3月1日以降本日までの賃料等一切の金印の支払いを免除する。原告は被告に対し本日以降 昭和45年9月末日までの間、明け渡し猶予期間として、被告が本件建物を無料で使用占有することを認め、その間、被告が使用占有部分を平穏に使用できる、要、警備員を配置する、等、会館内の平穏なる、秩序維持に努める。原告は被告に対し、立ちの器量及び示談金として、本日は改正立時に金百十万円。 及び前期第一項記載の明け渡し完了と同時に、金100万円を各々支払うものとする。原告は、前期第一項の趣旨に両見、被告明け渡し後、本件建物を原告自ら行う事業にもっぱら使用することを表明する。原告はそのあまりの請求を放棄する。原告、被告は互いに、本和会条項以外に何らの再建債務のないことを確認する。 訴訟費用は各自弁。日本共産党と中国共産党は1960年代以降、関係が断絶していたが、日中国交回復から25年経った1997年9月17日に、朝日新聞社が主催した国交正常化25周年記念特別講演会で、長江山崎中日友好協会副会長らが講演し、この時に、 中国共産党と日本共産党の関係改善について問われた長は1966年を振り返り当時の我々には誤りの方が多かったと語った。翌1998年6月に両党の関係が正常化された。分裂した日中友好協会は再統一されることなく別組織のまま現在に至っている。 日中友好協会本部は、会員が過激な反戦運動や反政府運動に参加し、再分裂や統合などを経て、現在は公益社団法人日中友好協会として存続している。2000年に協会が出版した書物では、同事件について、日本共産党の動員部隊が中国人学生を襲撃した事件であると紹介している。 2021年2月現在の教会のホームページ、教会の歩み欄にこの事件に関する記述は見られない。日本共産党側の日中友好協会と中国との関係は断絶していたが、現在では中国は両方の組織との交流を行っている。同協会は2017年4月15日に全輪学生会館襲撃事件50周年にあたってという声明を発表して、 自分たちが襲撃されたという主張を繰り返している。ありがとうございます。